広いの長谷川正成です。高石の大石です。さあ本日は、初心者からのスタート人相占い基礎講座その20です。はい、口シリーズ、どんどんいってますが、はい、前回はですね、はい、こう口を結んだというか普通の状態の時の、うん、その上唇と下唇のこのラインの問題ですね、はい、これがこう上凸下凸とかそういう話をまあしました、はい、で単純に上凸下凸だけじゃなくって、はい、あの真ん中のところだけクッて上がってたりクッて下がってたりする唇ってあるんですよ。真ん中のところ、うん、なんだろう、あの、まあ、いわゆるアヒル口っぽい感じというかですね、はい、口角上がってはいるんだけどその後、下がってで真ん中だけキュッてこういう風に上がるような唇ってあるんですよね、うん、まあ、特にこれ上唇のラインになると思いますけれども、はい、でこう上にキュッてこういう風に上がってるような方っていうのは、はい、やや粘りに欠ける層になります。うーん、粘りに欠ける、うん、例えば気が利いたり頭が良かったりはするんだろうけれども、はい、なんかじっくり腰を打ちつけてやらなきゃいけないようなことになると、うん、途中で投げるとか腰砕けになりやすいというのが、このキュッていう形の人ですよね、に特徴になる。で逆に、うん、あの上唇の真ん中のとこだけがちょっとこう下にキュッて逆に下がる人がいるんですよ、はい、なんていうかこう鳥のくちばしみたいですけどね、こうちょっとこうキュッて下に下がっている、はい、でこういう人はむしろ逆に非常に集中力のある方だってことになって、うん、しかも、体力精力的にも非常にタフである。だからこそ、まあ、じっくり腰を落ち着けて一つのことを成し遂げることができるっていうふうに言うわけなんですよね。だけど逆に、さっきの、こうキュッて上がる人みたいにですね、臨機応変とかあと機敏さっていう点では、まあ、欠けるものがあるぞと。だからまあどっちを取るかですよね。長距離ランナー型で行くのか、それともその今器用にいろいろねその場その場パッパと行く形なのか、自分の唇見て俺はどっちで行くかなというふうに考えるといいぞってことになるわけなんですよ。これでももともと持って生まれたというか今までの成長の過程でその唇だったらそれを変えることは途中でできないですよね。なんとかそうですね、あの表情としてその口角を上げる下げるぐらいはできるけれども、ただ唇の形そのものっていうのはそれこそあの整形かなんかでいじらないと多分難しいですよね。で意識してこうね真ん中で折り曲げるとかそういう器用なことできないと思いますのでまあ大体その傾向でこうだから自分はこっちの努力をした方がいいなと。ああ、なるほどね。それで自分が足りないものはそれで何とか補うってそういうふうに考え方ができるってことですね。そうです、そうです。だからなるほど、努力ってやっぱりその人に見合った努力ってあるわけで、はい、あの気の短い人に 気を長くするようにね、気を長く持ちなさいって言われれば、うん、まあ、うん、欠点に対するその長所への努力かもしれないんだけど、もともと気がぼーっと長い人に気を長くしてろっていうのはその努力でも何でもなくて楽じゃないですか、はいはいはい、だから全てのアドバイスがみんなに当てはまるわけではなくって、一人一人にあなたはこれをやることがいいことなんだとかこれをやることが努力なんだっていうのは本当はみんな違うんですよ。なるほど、長所、それが長所だったらそれをうまい、それうまいこともっと生かす、そうそうそう、伸ばしていくと、やっぱり、できることできないことってどうしてもありますので、はい、人間そのできないことができるようになるのももちろん大事なんだけども、うん、それよりもやっぱ長所とか得意を伸ばすっていうのはとても大事ですよね、うん、そうですね、うん、俺芥川龍之介好きなんですよ、で芥川龍之介が種々の言葉っていう、まあ、エッセイ書いてるんですけど、はい、この中で、ムカデと蝶が口喧嘩するって話があってね、でムカデは蝶に向かって、チッとは足で歩いてみろって言うんですよ。で蝶は、少しは空でも飛んでみろって言うんですよ。要するにお互いにできないことをこうやってつつき合ってるみたいな話があるのね。はあ、だからそういうことでやっぱり歩くの得意な人間に飛べって言っても無理なんでね、そう、歩くのが得意だったら歩きで頑張ればいいわけだし、そう、だから欠点克服ってよく言われるけれども、その前にというかその前提としてはね、いい方を伸ばした方がいいですよ。なるほどね。日本人はどうしてもそのネガティブな方を克服した方がいいんだかっこいいんだみたいなイメージがあるけど、そうじゃなくて好きで得意な方を伸ばした方が、うん、弾みがつきますので。確かにね、自信にもなったりとかね、そうそう、まずはそっちからね、後で短所は克服すればいいから、最初に長所を伸ばした方が絶対いいと思いますよ。ああ、な
すごいいい話を最後ね、はい、そう蝶々とねムカデが喧嘩したって話聞いた時はどうなるかと思いました。そんなわけないそんなわけないだろうってちょっと知っておきたくなったんですけど、ね、芥川がそう書いてるんだから。すごいいい話、ね、はい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 、ありがとうございます、はい、ということでございます。はい、また明日も見てください。